博士、久しぶりです。なんだ、二人してスーツなんか着て。スーツ似合うでしょ、ストレッチ効くんすよ。旦那のストレッチで羨ましいな。ところで就活の方は順調かな。今10社の面接を終え合格通知待ちです。もう3ヶ月ぐらい連絡来なくって、会社って忙しいんですね。それ落ちてるぞ。はぁ、笑えないですよ。面接すごい盛り上がったんですよ。ゲームの話とか。それ不合格ぐらいだ。ところで冒険の方は順調かな。まだ出発すらしてませんよ。はは、就活してましたから。旦那大丈夫ですか。本当に就活してたの。戦わんかい、姫救わんかい。はは、合格待ちですから。もうスーツ脱げ。ところで何の用です。私たちも暇じゃないんです。手短にお願いします。憎たらしいな。実は私忘れていたものがあってだな。最近物忘れがひどくなったんだ。朝ごはんは食べましたか。お前ら性格歪んどるな。いいものじゃぞ。早く言ってくださいよ。大倉博士、クリス、ずっと会いたかったです。博士の誕生日に何あげようかちょうど話し合ってたんです。嘘つけ、調子いいな。これがあればモンスターを捕獲することができるんだ。マイバッグ、念願のマイバッグ。これからは野生のモンスターに遭遇してもマイバッグに詰めることができるぞ。早速敵が現れたようです。失礼します。初モンスターだ。かわいい。さてさて、捕まえ方のお手本見せてやろうかの。いや、いらないから捕まえないでください。え、いいの。博士、実は2枚目なんです。え、そうなの。旦那、これいらないならクリスがもらってもいいですか。ああ、好きにしな。勝手なやつらだの。仕事に戻るわ。ねえ、遅いよ。クリス、ラーメン行こうぜ。へい、旦那。無視すんじゃねえ。てか喋るわ、口小さくね。旦那、ハンチャーつけていいですか。クリス、贅沢言うな。無視しやがって。こうなったら仲間呼ぶからな。仲間、旦那危険です。仲間、懐かしい響き。あれ、グループライン俺以外退会してる。かわいそう。こうなったら、うおー、すさまじい負のエネルギーだ。うおー、みんな嫌いだ。割とガチで今なら魔王より強いかもしれない。なんか増えた。増えちゃいました。影分身俺もやりたい。クリスもやりたいです。また増える。どうも。雪見大福食べたい。次はなんだ。いらっしゃいませ。店員さん、唐揚げが上がりました。いかがでしょうか。上がりました。いかがでしょうか。うるせえ。揚げ物の油、今新しいのに買いました。いかがでしょうか。買いました。いかがでしょうか。コンビニで店員が復唱するやつ。麺類 30% オフ。麺類 30% オフ。噛んだから言えるまで待ってあげてる。えらい。麺類 30% オフセール中です。いかがでしょうか。いかがでしょうか。噛まずに言えた。よかった。同棲してたけど価値観の違いでいかがでしょうか。変な性癖バレていかがでしょうか。なんか余計なこと言ってるけど大丈夫ですか。